明けましておめでとうございます皆様には清々しい新春をお迎えのことお喜び申し上げます昨年を振り返りますと地域経済に弱さも残りまだまだ厳しい年でありましたしかしそういった中ではありますけれども本県ではつくばで G7 茨城つくば科学技術大臣会合が開催されるあるいは県北地域で県北芸術祭が開催され 七十七万六千人もの多くの方に本県に来てアートを楽しんでいただくそういったこともできた年でありました。また工場立地という点でもファナックとかアイリスオーヤマとか有料企業が立地をしてくれました。そして年末にはカシマアントラーズがジェリーングでの年間優勝だけではなくて FIFA クラブワールドカップの準優勝という。 快挙を成し遂げてくれましたそういった点で明るい話題も多かったのかなと思っておりますそして今年は人口減少が続いておりますそういう中でどうやって地域の活力を維持しあるいは発展させていくかというための大変重要な年であります地方創生に取り組みながら人が輝く元気で住みよい茨城づくりということを目指して頑張ってまいりたいと思っております 人は輝くという点では、教育に一番力を入れていきたいと思っております。少人数教育、理数教育、あるいは国際理解教育、こういったことに力を入れてくることによって、学力はかなり向上してまいりました。これからさらに道徳教育、郷土教育などに力を入れる、あるいはまた子どもたちの人格形成に大変大きな影響を与える修学全教育にも力を入れてまいりたいと思っております。 そして自主性、自立性に富んだ子どもたちを成長させていきたいなと思っておりますもちろん女性や若者がいろいろと活躍しやすい環境づくりさらには文化の振興などにも取り組んでまいりますそして元気な県づくりという点では今年は県王道が県内区間全線開通いたしますこの影響は極めて大きなものがあると考えております立地の動きはだいぶ強まって 来ております日野自動車は1月6日から工学工場の本格稼働をさせますそういった動きをしっかりと後押ししながら工場の誘致に努めてまいりたいと思っておりますまた県報道の影響による観光面での良い,い効果なども期待できるのではないかなと思っておりますさらに最先端の科学技術を活用した新産業新技術 のまあ、発明といいますかそういったことをやっていくさらには農業の6次産業化あるいはいろいろと輸出を促進するブランド化をする特に日立牛とか出汁など輸出はもうすでに始まっておりますけれどもこういったものをもっともっと盛んにしていかなければいけないなと思っております海外展開を含む中小企業の振興などにも取り組んでまいりますまた住みよい県づくりという意味では少子高齢化がどんどん進んでおりますので福祉や 医療に力を入れていきたいと思っております特に医療面では地域枠制度というものを使いながら医師の確保に努めてまいりますもちろん救急医療体制も整備をしてまいりますまた高齢者の健康生きがいづくりということで特にシルバーリハビリ体操を活用した健康づくり健康寿命の延伸に取り組んでまいりたいと考えているところでありますもちろん障害者の自立支援あるいは子どもの貧困対策 後にも力を入れてまいりますさらに交通力が増えております交通安全対策治安の確保ということも重要な課題でありますそういったことに取り組みながら素晴らしい充実した一年にしていきたいと思いますしまた世界交渉会議あるいは国体全国障害者スポーツ大会に向けての準備ということも着実に進めてまいりますそういったことも含めまして 今年も皆さん方に大変お世話になると思いますけれども、よろしくお願い申し上げまして、挨拶といたします。ご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。